こんばんは、速稼塾の久保です。平成最後の数時間いかがお過ごしでしょうか。そして明日からね、令和という新しい年が始まりますけども、まあ年号が変わっても何も変わらないよという中でですよ、変わるんではなくて変えていくんですよ、自分で。この平成っていう30年、とっても苦しかった、とっても面白くなかった、とっても不景気だったという人もいるでしょうけども、それは不景気で苦しくってつまらない時間を受け入れた自分のせいだと思うんですよね。で、私はね、あえて、言わせていただきますけども、自分の思い通りに人生って引けると思うんですよ。まずは自分がどうなりたいかということを強く念じることですよね。強く思ったら、それを実現するために一生懸命動くことなんだと思います。そうすれば近づいていくと思いますよ。やっぱり近づいてるわけですからね。でも最初から諦めて、どうせね、そうは言ってもそんなうまくいかないよというふうなことを言えば、それが実現しますんでね。私は新しい令和の時代もどんな令和にしたいのかだけで、そんな令和が来るというふうに思っております。皆様いかがお感じでしょうか。さあ、それでですね、今月の27日28日と億万長者合宿というものを参加してまいりました。参加というか、私は講師として参加してきたわけなんで、ただね、参加者として来たわけではないんですけども、自分の人生を本気で変えたいと思っている人が参加するのかなと思っていたんですけども、はっきり言ってね、そうではなかったです、なんかね、ただね、合宿を受けに来ただけ、もうちょっと気合入ってないんですよ。で、気合入ってないんで、1泊2日の合宿、私はなんか半分以上なんか叱り飛ばしたような気がするんですけども、でもね、やっぱりそういう1泊2日を過ごしていけば気持ちが変わって、よし、今日スタートに今度こそするぞっていう方がね、現れてくるんですよね。そういう方が令和っていう時代を自分の思い通りの時代に変えていく第1日目を過ごしていくんだと思います。ただいま私のところにはですね、大量の動画が送られてきています。それは合宿の参加者様が私の言葉に火をつけていただいてですね、私の言葉で火をついたみたいで、どん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 やってくるんですよ。いや、嬉しいですね。実は合宿前の2ヶ月間このスピードでやっていただければ、今とんでもない時代を過ごしていたと思うんですけども、それはもう過去のこと言いません。今からでも新しい未来を作っていきますので、理想の未来を作るためには、そのための今日一日現実を過ごすことだと思います。さあ、頑張っていただきたいなと思います。私もね、返信を今終えまして、多くの方が本当にですね、本当にですよ、億万長者に向かっていくということを実感しています。まだ今日の時点では人が割られるようなね、そんな結果しか出てませんよ。でもですね、見ててください。3年、5年、1億円手にする人が私のこの関わりの中で生まれてくると私は強く確信しています。なぜなら、私の最初の1日目もそうだったからなんですよ。今私のところにね、動画を送りつけてくださる方、その方と同じような私は1日目を過ごしてきたんで、私の見るところ、これはいけるんではないかなと思っています。ただし、これを3年間ずっと続けることは至難の業です。今日の時点でマックスであっても、明日もその歩みをやめなければいけます。さあ、それではですね、その27、28日の合宿中に、実はですね、私が湯河原にいるということをキャッチして、いきなり飛び込みでですね、陣中見舞いに来てくださった方がいます。 H さんですね。ハンドボールの格好をされてましたけども、ちょうど良かったんで皆さんにもご挨拶いただいたんですけどね、その方がね、陣中見舞いでいただいたのがこのラーメンね。単なるインスタントラーメンだと思ってダメですよ。ほんまもんですよ。このラーメン屋ね、反対に映ってる方もいると思いますけども、しかもですね、このトロトロのチャーシュー付きですよ。もう油まみれ。さっきね、半分レンジで温めて食べたんですけども、むちゃくちゃうまい。いや、これね、ラーメンにできる幸せ、本当にありがとうございます。そして、これはね私が令和1日目の早朝にいただきます。明日の朝です。明日の朝、令和一発目の食べた、私がね、これからの残りの令和を全部ね、何十年続くか分かりますけど、令和を過ごすときに毎日思い出すのが、一食目はいただいたラーメンだったなっていうことですね。はい、それで、平成最後の私の買い物なんですけども、実はね、こんなものを買いました。ご存知、私がね、もう無類のタコ好きということはね、ご存知の方も少なくないと思いますけども、これは湯河原の合宿の途中で、明石の駅です、熱海の駅かどっかでね、そのキオスクみたいなところで買ったんですよ。これは何かと言いますと、引っ張りだこのあのタコ飯ってありますよね。タコ飯のブランドの、じゃーん、コーヒーカップなんですね。これがね、私のね、淡路屋さんのね、コーヒーカップ、これが私の平成最後の買い物になりました。
とっても気に入ってます。まだ使ってませんけども、これねコーヒーを飲むものではあるんですけども、このデザインがね、この取っ手がタコの手なんですよ。でこの引っ張りだこのご飯も私何回も食べました。これは大好きで、でしっかりとした箱に入っていて、おまだある、ソーサーもついてましたね。ソーサーね、これはちょっと癖になりますね。はい、いただきました、ありがとうございます。いただきます、自分で買ったんだ。はい、でこの箱はねすぐに捨ててしまいます、ポイッということでございます。それでは最後にメッセージを送らせていただきます。私がですね、この平成に感じたものっていうのはお金です。お金についてすごく考えさせられる30年間でした。で私自身お小遣いをもらっていた17歳の頃から今は逆にですね、お小遣いではなくってもう大きなお金を動かすようになってきました。本当にですね、現金ってものを使う機会は減ったんですけども、扱う金額の桁はものすごく増えました。本当に投資金額でも毎月毎月何百万という金額を使うようになりましたし、で何百万というね、利回りをいただくようになってきました。本当にこんな未来が訪れるなんて私全然想像もしなかったんですけども、でも考えていたのは想像もできなかったんだけど、そうなりたいなっていうのは強く思ってましたね。もう大金持ちになりたいとか、大きなお金を動かすようになりたいとか、金融を扱ってみたいとか強く思ってました。でも証券会社の社員になろうかとその頃思ってたかっていうと、そうではありません。ただ漠然と大きなお金を動かそうと思ってただけなんですよ。そのためには社長になるしかないっていうのは思ってました。で社長になったらなったですね、お金に苦労することばかりで私の力量のなさを思い知ったんですね。店をやってもダメ、会社をやってもダメと、訪問販売やってもダメと、何をやってもダメだと。これがね、何がダメかっていうと、自分に力をつけてなかったからダメだったんですよね。自分がビジネスを扱う力、自分がスキルをつけていく、そして自分が折れない意志を持つ力、こういうのをつけていくと、やっぱり一つ一つね、この思ったことが実現できるようになってきたんですよ。思考が実現するってよく言いますけども、思考っていうのはね、やっぱり実現化するんですよね。ただし、思考に持っていないことは実現化しないんですよ。当たり前ですけどもね。だから、この苦しい状況がずっと続くんだと思えば、本当に続きます。でも今は苦しいけども、絶対自分は10年後こんな人間になるんだと思えばですよ、そっちに向かっていくんですよ。ただ風に乗って向かっていくわけではありません。自分がどんな10年後を思い描いたかということには責任がついてもあります。思い描いたわけですから、そっちに向かうべき登る道っていうのがあるんですよね。辛く険しい時期もあると思いますし、向かい風も吹くかもしれませんし、周りの人に止められるかもしれません。でも本当に自分の人生をつかみたいんだったら、誰が何と言おうと本当に一人の世界でですね、思考停止をしていただきたいんですよ。いい意味で思考停止です。普段思考停止っていうのはネガティブな意味を持って捉えられますけども、私の場合はこっちの方向に向かったらゴールにたどり着くんだということを決めたら、他は何も考えなかったですね。そういう意味での思考停止です。不安に思わない、疑わない、本当に何も考えずにやり続けたってことですね。一つはサイトの量産です。1万4000個作るわけですよ。1万4000個作ったらさすがにですね、月収は300万超えるんですよ。これ思考停止してやったわけですよ。何にも考えません。作ってアクセスがなくても不安に感じないんですよ。やり続けるわけなんですよ。 FX1 年間やり続けました。毎日負けました。でも FX ってのは1年2年とやり込めば絶対に勝てるようになるはずだ、絶対に体に染み込むはずだと思って、まずは膨大な暗記をしましたね。で膨大な振り返り検証しました。その結果チャートを見れば、自分がエントリーしていい時と悪い時が見分けがつくようになったんですよ。これは非常に重要ですよ。だってエントリーしちゃダメな時ってもう無視すればいいんですよ。やらなければいいんですよ。でも多くの方はチャートを見て分からないのに、分からないなりにやってしまいますよね。私の場合はチャートを見て3分5分で分からないと思ったらもうやりません、その日は。その代わりこの形はいけそうだなと思ったら、何重にも検証を繰り返して、その、ね、結果エントリーを大きくするわけなんですよ。それによって大きな月収を FX でも得れるようになってきたということがあります。そうやってですね、お金をいつでも生み出せるようになると、これはね、度胸がついてきますね。度胸が100万とか200万っていう投資にドカーンといっても、もうへっちゃらになりましたね。まあさすがにそれ以上の金額はちょっと怖いですけども、なんか毎月毎月まとまった金額ってのをどん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 いくようになりました。でも普段の暮らしは変わりません。この操作1200円なんですけども、欲しいなと思いながらも買うまでかなり悩みました。で新幹線が出ちゃう時間になったんで、1200円ね、2000円を取り出して領収書くださいって言ったわけなんですけどね。今考えてみたら1200円で買えてよかったなと思います。本当にこれね、コーヒーが飲みたいと思って欲したわけではなくて、このデザイン、これが欲しいわけなんですよね。妙な感じでございます。これからもね、私は物欲を強く持って、その物欲を
なくすために手に入れていくってことを繰り返していこうと思います。欲しいものは欲しいと強く念じて、それを手に入れるために工夫していくと。そして、手に入ったら次のね物欲をやっぱり探していこうかと思います。もちろん私の物欲っていうのは無駄遣いではないですよ。必要だと強く感じるものに対しての物欲です。物欲ってのは物体が欲しいというのがありますけども、こんな体験がしたい、綺麗なものを見たい、美味しいものを食べてみたい、誰かに親切にしたい、全てコストがかかるんですよ。全てお金がかかりますね。ただでやってくれる人なんていないわけですよ。もっと言ったらね、ただでやってくれることを期待してるから、いくらいつまで経ってもお金が作れないんだと思います。もう必要な対価ってのは、必要なサービスを得ようと思ったら払うものっていうふうに決めるわけですよね。だってフェラーリだってね、3500万するわけですよね。どんなものだって宿泊だって安ければいいと思うんではないんですよ。安いものには安いなりの値段がかかってきます、うん、で、あ、ちょっと見ましょうか。エントリー回数を減らして負けることが減りました。素晴らしい。そうなんですよ。なんか FX ってね、何も知らない人がやったら五分五分なんですよね。勝つか負けるか五分五分なんですよ。でも FX って勉強すればするほど9割の負けに近づいていくんですよね。ということは、自分の考え方、勉強の仕方が悪い、自分の学び方が悪いってことに早く気がついた方がいいんですよね。で、私の場合は思考を停止して教わった通りにやることを1年やりました。本当に自分の意思は入れませんでした。いつも入りそうになるんですけども、どんどんね排除していきました。自分の意思を排除して、成功者の方がね、これ繰り返しやるんですよって言ったら繰り返しやりました。大抵の人は繰り返しやるんですよって言われても、いや自分だけはその繰り返しを避けていこうと最短とルートをね探しちゃうんですよね。いいとこ取りをする人っていいとこ取れないんですよ。そうではなくて、本当に泥臭くですね、凡事徹底です。100やれって言われたら1000やるぐらいの勢いでやった方がいいんではないかなと思いますね。おかげさまで私もね、2017年まで1回も勝ったことがなかった FX、 2018年、もう毎月勝ち越しです。今年もです。今年も2019年も勝ち越しです。もうね、扱う金額を増やす度胸さえつけば、もう本当にね、1億とか2億ってポンポンポンも作れるんじゃないかなと今思うぐらいですけども、思った瞬間に思い上がるなと、お前自分の足元全然見えてないぞと、もう一人の自分が語りかけますんで、ロットは増やさずに本当に地道に地道に行こうかと思います。そして、またね、これからも人前に顔をさらしながら、どんなことをやっていくのか、どんな意思を持っていくのか、そういうのをお互いに確かめながらやっていこうかと思いますので、残り2019年残った全国速稼塾オフ会、お付き合いくださる方、これからもよろしくお願いします。それでは返信メールを皆さんにお送りしますので、ちょっと皆さんお待ちくださいね。溜まってる返信メールは39通あります。動画付きです、全部。今日1日かかりました。で、これから返信メール、動画もアップロードがね完了しましたんで、どん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 送っていきますからね。お楽しみに、お楽しみに、お楽しみに。それでは令和でお会いしましょう。